うん。泉健太って何か焦ってるのかしら余計なことを。俺なんて予算委員会については泉もいらんこと言ってるなと思いつつも全体的には被災地のことを思ってるんだろうなとは思ったのよ。午後の杉尾議員の質疑と比べて泉健太は相当マシだなと。地元近藤議員の質疑につなげたのかなと。しかし、ダメかなてか、玉木雄一郎。 皆さん、こんにちは、はにゃです。本日は2024年1月25日ですね。で、この動画では、泉健太の余計な一言を皆さんと鑑賞したいと思いますので、あー、泉健太、これだからダメなんだよな、と思われた方は、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。また、明日夜11時半からライブをしてますので、よければコメント欄、固定コメントからどうぞ。では、今回の目次はこちらです。 で2024年1月24日に行われた予算委員会ではやはり能登半島地震に関することがメインの方が多かったですねそして午前に開かれた衆院予算委員会では立憲からは泉健太代表そして石川県を地元に持つ近藤克也議員が質問に立ちましたね でね、私はお二人とも、今被災している人たちを救うための質疑をしてたと思いますよ。近藤議員は、自らが被災をしているという特殊な立場で、当事者としての側面を持ちながら、冷静に、しかし時に熱く語ってたと思います。また、泉健太もそうだったと思います国民民主党の玉木代表は、1月24日午後11時1分に、本日の予算委員会、被災地が選挙区の近藤和也大議士は、被災者に寄り添った的確な質問をしていた。 しかし夜のニュースで放送されたのは泉代表や杉尾参議院議員の質疑、同じ選挙区の自民党議員が党を代表して放送されるなら、近藤大義氏の質疑を放送してもよかったのでは現地では超党派で取り組んでいるので。とコメント。うーん、このコメント読み方難しい。直接の相手はテレビ局だよ。 近藤議員の質疑を放送してもよかったのではとおっしゃってますから、しかし、被災地が選挙区の近藤和也代議士は、被災者に寄り添った的確な質問をしていた。しかし、夜のニュースで放送されたのは、泉代表や杉尾参議院議員の質疑という文言は、まるで、泉健太が被災者に寄り添ってなかった、泉健太は杉尾議員と同レベルだったと言ってるように見えちゃう。俺の偏見 地元銀がどうかという線引きなんだよね、多分。 ただ、泉健太、なんか微妙な部分もあったんだよ。例えば、産経新聞1月24日の記事では、立民泉健太代表、裏金に時間を取られすぎ、衆院予算委員会で首相の能登半島地震対応に苦言という記事が書かれてますね。中身を見ると、立憲民主党の泉健太代表は24日の衆院予算委員会閉会中審査で、自民党の派閥パーティー収入不記載事件に触れ、岸田文雄首相の能登半島地震対応に苦言を呈した。 時間の使い方を見ると自民党の裏金問題や派閥の問題に時間を取られすぎている大変残念に思う被災者の方々も怒っていると述べた以下略とありますよ私も予算委員会見てましたから泉健太まさかお前ここからキックバック騒動の話をメインに話を持っていかないよなと一瞬心配になりましたよ 実際水曜議員は予算委員会の委員長が辞めることになったという文脈でキックバック騒動をまず総理に聞いてましたからね。泉健太のこの発言も1月5日に行われた六党首会談以降、野党と話をする時間を持とうとしない総理への嫌味という感じで始まった発言だったので、ちょっとヒヤリとしましたが、結局それ以降この件に触れることなく、被災に関する話になったので、ほっとしましたよ。 ただ、泉健太の中ではやっぱり引っかかるものがあったのかしら。こちらは泉健太代表の1月24日午後4時38分のツイートですね。以下引用です。岸田首相は、裏金や派閥など、党内問題の対応に力を裂かざるを得ない。これ自体国民に損失。被災地等被災者対応、国民の所得向上、教育の無償化、子ども若者支援に全力を投じることができる新たな政権を樹立させよう。以上ですね。うーん、微妙 <laughs> そもそも政権樹立うんぬんが結構微妙なんかここ最近泉健太は部分的な政策の一致だけで政権交代をって話をよくしてるんですよねそれこそ1月23日の読売新聞の社説でも立憲民主党の泉代表が野党各党にミッション型内閣構想を提唱した各党で一致できる施策だけを共通政策として掲げその実現に絞った連立政権を組むという構想だ 野党勢力が政権を取っても外交、防衛、社会保障などの基本政策は継続するので心配はないと強調したいのだろうが今の政策を維持しつつ給付だけを増やすというのは単なる要求の羅列に過ぎず政権構想の名に値しない岸田内閣の支持率は発足以来最低水準を記録しているのに野党は国民の期待を集められていないその理由は何か野党各党の執行部は虚心に考えるべきだ 共産主義社会主義の実現を目指す共産党と立民や維新などとは理念も基本政策も異なるはずだそうした政党間の協力は野合と言わざるを得ないなどをボロカスに言われてますが確か泉さんによるとミッションをクリアしたらもう一回政権を作り直すんだっけちょっとそこら辺忘れたけどなんか泉健太のこの構想はよくわからない。 そもそも国政レベルで大事なポイントであるはずの外交などについての意見の一致は時間がかかるからと言って目をつぶってとりあえず今の流れを継続して合意できそうな部分だけは合意して集まろうというのは安直すぎるだろうと思いますけどねですから被災地と被災者対応国民の所得向上教育の無償化子ども若者支援に全力を投じることができる新たな政権を自立させようとか泉健太さんが吠いてるのがなんか虚しく聞こえてくる ただね、私が気になったのは、それもだけど、前半の方が気になる。なんだこの岸田首相は、裏金や派閥など、党内問題の対応に力を裂かざるを得ない。これ自体国民に損失という枕は。いやね、裏金問題は間違いなく自民党の大問題だよ。証拠があるなら、ガンガン起訴するべきと思いますよ。私、証拠があるなら起訴しない方がムカつくもん。しかし、 党内問題に時間を割かざるを得ないから、政権交代だって流れはおかしいでしょそもそも政権交代した場合、立憲民主党の代表である泉さん、あなたは党の代表を辞めるのああ、そうか。泉健太さんといえば、党の中で問題議員がいても放置することで有名。 原口議員がワクチン問題でよくわからない行動をしても放置。石垣のりこ議員が党を代表して参りましたと言いながら、党の見解と異なることを原発処理水問題で発言していても、すなわち処理水放出によって人体に対して何か悪影響があるのではないか、そんな懸念をね、石垣さんは党を代表しながらと言いながら言ったんですけども、党の執行部といえば、党を代表するというなら党の見解と同じことを言ってもらう必要がある程度でお茶を濁す。 この他にも立憲民主党、お前、この議員どうにかしろよってことはたくさんあるけど、基本的に議員の発言が間違ってるとか、そんなことを言うのは違うよねってことで放置してるじゃねえか。立憲は。もちろん、不正とかじゃないよ。原口議員の発言は。 しかしながら、処理水問題でもワクチンでも科学的な観点からおかしい話をしまくってることについて、明らかに国益に反する行為をしているのに、それを放置し続けてるってのは楽でいいよね。米山議員は原口議員のおかしな発言に対して米山ノートを書き込んでるよ。 うーん、繰り返しになるけど、不正があったとかそういう話じゃないけど、は目から見てて、泉健太はむしろ、党内問題の対応に力を割いてないことが問題ではせめておかしな発言を封じれなくても、あんなことを言ってる議員もいますが、党としてはこのような見解です、ということを繰り返し述べろよ。 ああ、だったらそりゃ、首相は党内問題に時間を使いすぎ、もっと僕らに構ってよって言えるわな。そりゃ、玉木さんに、本日の予算委員会、被災地が選挙区の近藤和也代議士は、被災者に寄り添った的確な質問をしていた。しかし、夜のニュースで放送されたのは、泉代表や、杉尾参議院議員の質疑と、案に小馬鹿にされるよな。 まあ実際、玉木さんがね、泉さんを小馬鹿にしたかどうかは知りませんけども、私にはそのように見えたんですけども、皆さんはいかがお考えでしょうか。ぜひともね、皆さんの感想、コメント欄でお伝えください。またね、石垣の子議員の問題発言について詳しく説明した動画はこちら側に、原口議員のまるでね、中国の手先のような発言について、 立憲民主党が放置している件についてご紹介した動画をこちら側にご用意してますのでご存知ない話がある方はね、ぜひとも見ててください。ではぜひともチャンネル登録、高評価もお願いします。あ、前回動画のね、こちらの方の動画でも例の 朝日新聞で有名になった防災のプロっていう方が実はね根本的なことを分かってなかったのにとんでも発言をしていたってことが松本総務大臣の口からね明らかになった件についてもお伝えしてますので前回動画もおすすめですよではぜひともチャンネル登録高評価もお願いします次の動画もしくはね明日のライブなどでお会いしましょうバイバイ